そんななんか気楽に渡していいんかな。なんか、カロリーメイトどうぞみたいなノリだったよ。4つあるからみたいな。そんな感じがしました、僕は。お !4 人で戦えばいいとは言ったけど、実はバトルに出られるのは3人までなの。ぶっちゃけたね。今からメンバー入れ替えのやり方を教えるからしっかり覚えておいてね。この高ランカーの俺に教えるかい ?250 の。まずはパーティーをタップ。雰囲気が違う。お、なんか音楽が。ここでできることはいろいろあるけど、今はメンバーの入れ替えだけ教えるわ。はい、わかりました。アリシャ連れて行きましょう。ウィーン。私が出撃枠の中に移動したでしょ。はい。これで戦闘行きます。あ、シェリーだ。これで準備完了だね。みんな出番よ。はい、行きましょう。ノリで行ってるだけだから気にしないで。却下ね。テム君はちょっと丹波ね。マジで。お預けくらいました。さあ。なんかシェリーが儚げで可愛いんだけど、シューターになってる。マジか。うむ、良い運動になったぞ。お、いい声。やばい。シェリーどうした？これがヒーローとのコネクト。不思議な感じ。自分の中に違和感なく他人が入り込んできたような。うまく言葉にできないわね。ティム君やったら戦ってないのに一人だけ。なんか俺だけ変なのとコネクトしてた気がするんだけど、なんでしょう。面白そうな人だと思ったけど。あの伝説のヒーローとコネクトしたんですか。才能ありますね。ラブラブと叫んではいたが、ラブだろそこは。ティムがもう洗脳されてきてる。ラブじゃない、ラブだ。嫌な予感がする。別にいいじゃない。ティムよりティム君が楽しそうでよかったと思うわよ。悪い夢だね、それは。アホか。切れてる。おそらくヴィランはまだこの港に潜んでいるわ。首相席も手に入ったことだし。あれ？これガチャタイムですかね。せっかく現物も揃ったしね。魔法の鏡のことは知ってる？来ましたね。この絵のことかな？確か、箱庭の王国の。そんな感じだったんだ。なんでしょう。いでよ、魔法の鏡って。せーの。いでよ、魔法の鏡。こんなんでしたっけ？うわぁ。マジで。なんだよ、アリシア知ってんの？やっぱ物知りがいると違いますね。早速始めましょうか。召喚の儀式ですね。いいんじゃない、いいんじゃない。運試し行きましょう。新しいヒーローの魂を召喚できるの。ガチャって呼んでるけど。ストレートですね。いつもガチャって呼んでるけど。師匠席は25個で1回ガチャが回せるの。行きましょうか。X がいる。ファリースターン。まあ、これ後で見ましょう。うわぁ。なんか初代のさ、主人公たちがいると、わ、人魚姫だ。感慨深いですね。やりましょう。何が出るやら。せーの。青。誰が来るかな。誰が来るかな。レイナ来い。憎しみ。世界を覆い尽くす。アゼリアでした。新しいヒーローの魂を召喚できたわね。25個でガチャ1回。重要なことだから覚えておいてね。でもヒーローの魂は召喚するだけでは意味がないの。このままヒーローの魂を一匹の勝利にセットしちゃいましょう。チュートリアルですね、がっつり。私たちの持つ勝利を空白の書に挟み込むことでコネクトして簡単に言うとバトルで使えるようになるってこと。はい、パーティーですね。
バトルの参加メンバーを変えられるのはアリシアさんから聞いたよね。はい。空いてるヒーロー枠をタップしてヒーローに加えよう。ここですね。ここでしおりに宿すヒーローの魂を選択できるんだ。ちなみにしおりには2つまでヒーローの魂をセットすることができるんだよ。あっと、ヨリンギルがいましたね。あー、なるほど。あ、出るよ。あなたのしおりに2人目のヒーローがセットされたね。切り替えか。これがヒーローの召喚。いけるわね。今新しく召喚したヒーローの魂をこのしおりを使ってこなくてできるようになるはずよ。ああ、そうだね。そういうものなのか。本当だ。強烈のミクが持っていた勝利は2種類のヒーローとコネクトができるのよね。そうそう、アタッカーシューターヒーラーディフェンダー。どういうことだ。僕は一体どれに当たるんだ。ワイルドですね。ワイルド紋章って、そう、ワイルドの紋章、主人公っぽくていいですね。すべてのヒーローにコネクトできる紋章のことだよ。かつて強烈のミクと旅をした仲間にも一人ワイルドの紋章を実現させた旅人がいたという記録が残っているわ。なんか伝説の一方になってますね。参ったわね。実はワイルドの紋章についてはよく分かっていないことが多いのよ。そうなんだ。不安になるよね、そんなこと聞いたら。コネクトし続けたから最悪の魔女みたいになるわけじゃねえし。最悪の魔女気になる。あらら、そっちを話すと長くなるな。説明はまた今度にさせてくれ。ちょっとここでスキップをしてみていいですか。はい。新しくヒーローを召喚した1個はそれぞれコネクトできるヒーローのタイプを確認する。もう自分がワイルドの紋章を発言していたことが判明。改めて事態に立ち向かうことを決意するが、アリシアはヴィランの正体がカオステラーによって運命の書を書き換えられた人間であることを話す。ああ、そういうシーンなんですね。そっか、ワイルドか。その力、羨ましいかも。羨ましいよね。羨ましい？だって太郎は、このしおりを使って自分がなりたい人間になれるってことだよね。私はずっと何の運命も、役割も与えられずに何者かもわからないまま育ったから。だからちょっとだけ羨ましいかなって。みんな一緒。そろそろ二人にもあのこと話した方がいいんじゃねえか。私たちが戦ったヴィランのことだけど、はあ、これね、なんかさ、ショックだよね。賢者の石のさ、材料がさ、人間だったみたいなさ、それぐらいショックだよね。ヴィランが運命の書を書き換えられた人間ってそんなバカな。みんながみんなってわけじゃないけど、おそらく港に残っていた人間のほとんどはカオステラーによってヴィランに変えられている。そうだよね。あ、そんな、じゃあ私たちがみんなを殺して元に戻す方法ならある。カオステラーを調律することだ。もしかしてさっき話していた調律の巫女というのは。あ、このシーン。調律とは、カオステラーによって歪められた運命を修復し、秩序に返す力のこと。はい。ヴィランにされた人たちも、調律の力で元に戻し、運命の歪みをなかったことにすることができるの。その力を使って、調律の巫女たちは、混沌にまみれた倉庫をいくつも救ってきたの。ヴィランは増え続け、倉庫は進むべき運命を見失い、やがて倉庫そのものの崩壊へと至ってしまうの。どういうことだ。倉庫が崩壊したら一体どうなるんだ。みんな、無に帰る。それだけよ。でもアリシアさん、ここには調律の巫女なんて人はいない。そんなエレナ、頑張って。
あなたが調律の巫女になるの。嬉しい。待ってくれ。彼女が調律の巫女でないことは、さっきはっきりしたはずだぞ。アホか。でもエレナちゃんは、箱庭の王国と導きの使用理を誰かから託された。そうだね。この本を持つ資格があるということ。エレナちゃんがここにいること自体偶然じゃないと私は思っている。でも。決断するなら今だぜ、二人とも。戦いましょうよ。そんな。僕は戦う。ここは僕のふるさとだ。一体何が起こっているのか見極める義務がある。たとえ君が勝率の婿でなくても、黙って見過ごすことは僕にはできない。マジで？あ、そっか、ふるさとだったらそうだよね。だからこそだ。これ以上被害を拡大させるわけにはいかない。僕にだって守りたいものはある。もう決めたんだ。守りたいもの？分かったよ。私も戦う。エレナ、何にもできない私にも、やれることがあるっていうのなら、それにかけてみたいの。戦うのは怖いけど、でもこの導きのしおりと、みんながいるならきっと。確かに。そんなの決まってるだろ。その運命、僕たちが変えてみせる。かっこいい。さあ、始めようか。戦いを。始めましょう。二つセットされてるときは、切り替えますよと。切り替えましょう。アップしたら切り替わりますね。鬱陶しい。シャツを取ってみようか。嘆き死ね。こういうカップ。すごいすごい。ヒーローの切り替えについてはこれで大丈夫だよね。己の良さを呪う。OK ですね。あれ？箱庭の王国が光り出してる。あ？なんだ、また魔法の鏡か？え？誰かの声が頭に流れ込んでくる。これは呪文？マジで？まさか。ほほう？ちょっとその呪文唱えてみてくれる？まさか混沌の渦にのばれしですか？違った。今ここに我が王国の門を開示せし、誘われるわ。空白の魂を持ちし者、我が権限においてこれを許可する。何でしょう。城と町、王国の扉が開かれた。箱庭の王国の真の姿。この本にこんなこともできたなんて。いいんじゃない、いいんじゃない。箱庭ですね。私も実際に使うのは初めてだし、いろいろ試していきましょう。ヴィランたちの姿もそろそろ見えなくなってきたな。ここなんでしょうね。グリムノーツから引き継いだ人はカットされてるのかな。港を抜け出すなら今のうちだぜ。改めて確認するわね。二人とも本当に覚悟はいい？ああ、もちろん。それで行こう。私はまだパワセラのことも調律の猫のこともよく分かってないけど、それでも私にやれることがあるのなら、できることがあるのなら諦めちゃいけないって思うんだ。エレナはなんか口癖ですかね、これ。私にやれることがあるのなら感謝する。うん、いいんじゃない、いいんじゃない。こういう仲間が集う感じ、ワクワクするわね。アホか。ワクワクするのもいいけど、パワステラを追うなら、まずは手がかりを探した方がいいんじゃないのか。冷静ですね、ティム。ここがどういう倉庫なのか、まずはそれを確認しないと。ティム君。しかし、どういう倉庫と言われても、ここは見ての通り普通の、海辺の町だ。特に何か変わった事件が起きているわけでも、倉庫にはね、必ず主役って呼ばれる人たちがいるの。主役？確かに。誰の倉庫なんでしょう、ここは。
運命の書は持ち主自身の運命しか記述されてないから、他人がどんな運命を歩むかは普通はわからないけど。それでも、倉庫に住む人たちは何らかの形で主役の歩む運命に奉仕しているの。なんてことだ。あれで奴隷じゃないか。奴隷というより歯車だな。だからカワステラーは運命に反逆するわけだ。自らに与えられた運命を恨んでいるからな。うんうん。確かに。だから私たちはカワステラー捜索の際には必ずそこがどういう倉庫か調べているの。ヒントになるからね。誰の倉庫かわかれば。だけど、調律を受けなければカワステラーは倉庫ごと消えてなくなる。カワステラーってとても悲しい存在なんだね。カワステラーは与えられた運命を恨んでいる主役あるいはその関係者。誰でしょう。マジで。ひょっとして心当たりがあるのか。いや、違う。彼女はもう何年も前に亡くなっている。カワステラーとは関係はないはずだ。教えてもらえないかしら。あなたはもう覚悟を決めたんでしょ。この辺りの海には昔から人魚が出るって言い伝えがあるんだ。人魚。誰も人魚の存在なんて信じてないし、よくある迷信のようなものなんだけど、昔僕はその人魚に会ったことがあるんだ。人魚姫ですか。基本的に必要なことは大体理解できたかな。はい、始まりました。なんだろうこの紙切れ。武器研究所が武器屋に変わりました。武器レシピがなくなって、素材とゴールドで武器を購入できます。メッセージですかね。ありがとうございます。武器屋に変わったんだ。はい、わかりました。すげえ。超ログインボーナス。はい。ということで、ブリームノーツリページ始まりました。またね、楽しくやっていきたいと思います。皆さんはね、一緒に楽しんでいきましょう。ということで、とりあえずプロローグやったので、今回はこれぐらいにしておきたいと思います。また良ければ、ご視聴お願いします。ではまたね。バイバイ。